ご視聴ありがとうございます。今ステルス爆撃機中国の方でも開発されています。ですがアメリカのステルス爆撃機と似たような話も上がっています。今宇宙空間で何が起きているか、アメリカ軍が宇宙から地球を攻撃できる軍事衛星を開発しています。悪魔の杖と言われるくらいの名前がついています。核に匹敵するほどの破壊力、命中率も格段に上がっている、的確だと聞いています。これがもし使われると相当恐ろしい兵器だと感じました。アメリカはやはり世界トップの軍事力と最先端の技術を有しています。この軍事力に勝るものは現在ありません。ステルス戦闘機の次の段階、アメリカは多分模索していることでしょう。もうすぐそこに無人化が来ています。有人で戦うということは今後想像できないでしょう。しかもアメリカ自体無人で攻撃する戦闘機はすでに配備されて、アメリカ本国で任務をこなしながらその遠隔する戦闘機は中東にある、そういう戦い方になりつつあります。もっと言えばやはりドローンも怖い存在だと言えます。
それよりも高価な戦闘機を有しているアメリカです。全てにおいて無人化されてくるんじゃないかなと私は考えています。一番早いのは多分空飛ぶもの、次に海でしょうね。ドローンを撃ち落とせるほどのレーザー、レーザーガンもアメリカは開発しています。やはりレーザービームがだんだんだん主力となってくるかもしれません。レールガンなんか火薬がいらない、そんな画期的な装備品となるのは間違いありません。何しろ火薬がいらないのですから。飛ばせるものだけでいいんです。実際アメリカの軍事的な戦力は衰えていると言われていますが、むしろ上がってるんじゃないかなと私は感じています。何しろ全てにおいて実戦で修正しながらアップデートしているからです。アメリカのように実戦投入する機会が多い国はほとんどないでしょう。アメリカかロシアぐらいのものです。中国はそれほど実戦に使いながらアップデートするということはやっていません。アメリカ、ロシア、ロシアは陸戦になるとかなり強い、そんな印象は受けます。全てにおいてアメリカ軍の装備品、兵器は常に使われている、アップデートされていると考えていいでしょう。日本にも第7艦隊がありますが、やはり日米同盟のもと強固な関係を築けると確信しています。
もっと言えばジェネラル R フォードが本格的に稼働できればいいのでしょうが、まだまだ難題も多いみたいです。この一番はやはり電磁式カタパルトと電磁式着艦システム、電磁式エレベーター、この3つでしょう。エレベーターの方は稼働してみるみたいですが、何より着艦システムに問題があるように感じます。F-35C の導入を早く見てみたいものです。F-35AB とは主翼の大きさが少し大きくなっている F-35C です。やはりカタパルトに対応するための車輪シャフト部の作りになっている特別仕様です。もうじき日本でも見られるかもしれません。ご視聴ありがとうございます。